差し返しとか沖の口座、いやしてるんだけどね。ルビンがこのファルケにボコられてさあ、そうなんだ。いやどうせ空中の球の対処分かんなかっただけでしょ。SR アナナスかな、ありがとう。大五ロロありがとう。黒豆ありがとう。そうか、有利なじゃんけん不利なじゃんけんって分かんないのみんな本当に嘘でしょ。だって別に算数じゃん、簡単な算数じゃん。でも前に飛んだ時点でさ、相手が対空されるリスクは絶対あるわけだから、まあじゃんけんじゃん、じゃんけんの土俵になってるわけよ。でそれに対してこっちが勝負する手が相手のその行動よりもダメージ高いんだったら、それ有利なじゃんけんって話になるじゃん、どうしても。期待値というか、そのダメージが違うのがまず一つだし、そこにねプラスもっと言うと、保留できるかどうかっていう要素があるんだけど、まあ、保留できるとどんなに不利なじゃんけんでも、不利に見えるじゃんけんでもあんまりきつくなかったりするんだよ。なんでかっていうと、そのじゃんけんをしなくてもいいから、そのじゃんけんしなくてもいいから。で保留だった時に、その相手が出したじゃんけんに対して、勝つ選択肢を取れるんだったら、まあ、なおさら有利なじゃんけんって感じだよね。そう。例えばでもこの、ファルケって、上から弾打ってくるじゃん。あれって、俺、毎回じゃんけん付き合ってるけど、多分弾見てからソニックとかも打てんのよ。あ、弾なんだねって言ってソニックも打てるから。多分ね、まだ試してないけど。で、飛びをガードさせてもさ、別に、なんだろう、そっから2択が始まるわけでもないから、超絶不利なじゃんけんだ。超絶不利なじゃんけんね。なんでそんな超絶不利なじゃんけんするかっていうと、その、相手が飛んだ時に対処してくると限んないからなんだよね。要は相手の対応ミス。をついちゃってる。でも多分そのことは気づいてもいないんだけどね。対応ミスで勝っちゃってんなーみたいな意識も多分そんなないんだけど、まあ実際はそういうことだよっていう不利なじゃんけんだろうね。スクリューのダメージがさ100ぐらいしかなかったらさスクリュー打たないでしょ、起き上がりにって話。あれはだってめちゃくちゃわかりやすい。みんながじゃんけんの内容を理解してるから、不利なじゃんけんだなと思ってみんなやんないけど、そんなダメージが低かったのに。しかも小木攻めついてもらう。ファルケとかの場合は、立ち回りのじゃんけんだから、ちょっとまあ、ごまかせちゃうんだよね。うん。これゲームスピードがめちゃくちゃ速くて、本当はじゃんけんなんだけど、実質じゃんけんにするために相手がめちゃくちゃ上見てなきゃダメだよね。とかだとちょっと話変わってくるんだけどね。そこが難しいとこなんだよ。現実的にじゃんけんちゃんとできてるのかどうかっていう、こっちがね、受ける側がじゃんけん
できてるのかどうかっていう問題があるんだけど、まあ PC 版でしかもジャンプだからね、そんな前捨てとかだったらちょっと難しいなとかあるかもしれない。ジャンプだから別にそんな難しくない。まあそうね、まあでもアルマスとかってまあ上級者の部類でしょ、まあ、定義は決まってないけどさ。足が速くなってるから若干地上戦でも戦えるような感じになってるのかな。リターンの観点は麻雀と見てる。麻雀、まあ麻雀ほど、麻雀の場合心理がないからね、ただのめくり合いだからね、より期待値勝負だけど。あげめありがとう。あげめの場合はまあ人読みがあるから、人読みっていうかまあ心理があるから、じゃんけんの部分に、まあ、こいつ毎回これ出すから期待値的に不利だけどまあ一緒みたいなっていうのはあるけどね。極論だってこのたまに対処しなかったらさ、じゃんけんになってないって話になっちゃうんですけど、ただ結構その相手が返してこないからやるべきかどうかっていうのは人によって変わるんだけどね。俺はね、なんだろう、不利なじゃんけんなんだったらやんないんだよね。有利なじゃんけんなんだけど相手がやること変えないんだったら、それに合わせてこっちもやること変えないっていうことはあっても、それ読みの範疇って話になるから、不利なじゃんけんだったら相手が変わった時に通用しなくなるからやんない。ちなみにそれ、俺ね、今話してることって、本当に14歳ぐらいから、同じだから。中学生の時からそうしてたから。これ不利なじゃんけんだからやっちゃダメだな、みたいな。プロになってとか、大人になって身についた思考じゃないから。本当に子供の時からですから。